皆さんこんにちは。ズボラ健康運動チャンネルの柴田です。最近お客さんでお腹の脂肪がなかなか痩せないとお悩みの方がいらっしゃるんですけども、内臓脂肪なのかそれとも皮下脂肪なのか、それはまあ自分でもよくわからないと。実はこれ簡単に見分ける方法があるんです。仰向けで寝てもらった時にお腹がポンと膨らんでいる人とおへそがペコッとへこんでいる人の2つに分かれると思います。お腹がポンと膨らんでいる人は内臓脂肪が溜まってしまっているからお腹がポンと膨らんでいるんです。この人は内臓脂肪が溜まっている状態です。逆にお腹がペコッとへこんでいる人は内臓脂肪がない分、皮下脂肪の重みでグッとお腹がへこんでいるので、その方は内臓脂肪じゃなくて皮下脂肪が溜まっているっていうふうに見分けてください。逆に内臓脂肪と皮下脂肪両方ついている方もいらっしゃいますが、その方はお腹がポンと膨らんでいる可能性があるので、これもチェックしてみてください。この内臓脂肪と皮下脂肪を落とす方法なんですけども、なぜ脂肪が溜まってしまうかというと、腹筋が硬くなっていてうまく使えていないからかもしれません。なので腹筋をまずしっかりと使える状態にしてあげることによって、ウエスト周りの脂肪が燃焼していってくれますので、今回はそのエクササイズを考えましたので一緒にやっていきましょう。それではですね、体育座りをしてもらって、右足を左の膝にこのようにかけてください。この状態から足を左右に動かしていきます。これを30秒間やっていきます。よーい、スタート。余裕のある方は大きく動かしてください。このようにかけている右足は外側に開いて、立てている左足は内側に股関節を動かしています。股関節が動くと同時に骨盤が左右に動いてくれますので、これで股関節と骨盤周りがしっかりと動いてくれるということになります。肩気持ちいいぐらいでやってあげてください。体をできるだけ起こしてあげるとよりストレッチが効いてきます。はい、 OK です。では反対側に足を入れ替えてください。これでもう一度30秒間やっていきます。よーい、スタート。多分ね、人によっては左右差があるんじゃないかなと思います。その方はね、この体の様子を見ながら動かしていってください。余裕のある方は大きく大きく動かす。特にね、股関節をしっかりと動かしてあげてください。股関節は腸腰筋という筋肉が体幹のインナーマッスルにつながっているので、ここがしっかりと働いてくれることによって内臓脂肪が燃焼されます。はい、 OK です。それでは仰向けで寝てください。で、両膝を立てます。そこから足を左右に倒していきます。こんな感じです。これを30秒間やっていきます。ではいきます。よーい、スタート。さっきの座って動かすのも股関節で、これも股関節の、腸腰筋に刺激を入れるエクササイズなんですけども、寝転がってやることによって、この横側、体幹の横側についている腹斜筋っていう筋肉に刺激が入ってくれます。ここもね、体幹のウエスト周りの筋肉なので、そこをね、しっかり刺激してあげることでどんどん脂肪が燃焼していってくれるということです。はい、 OK です。次はですね、両肘をついていただいて、足をこのように交互に動かしていきます。これを30秒間やっていきます。よーい、スタート。さっきまでは股関節を左右に動かしていくという、なかなか日常生活で股関節を開くっていう動作が少ないので、そこはしっかりと動かしてあげた上で、次はこのように股関節を上に持ち上げるという動きになってきます。この蹴る方は結構簡単なんですけど、こう持ち上げる方をしっかりと意識的に上げてください。そうすると股関節がより動きやすくなってくれます。グッグッグッと。はい、 OK です。では次は足をピタッと揃えていただいて、さっきの動きを両足同時にやっていきます。こんな感じです。これを30秒いきましょう。はい、いきます。よーい、スタート。これも引き寄せるですね。で、寄せるときにしっかりと下腹部力が入ってれば OK です。グッグッグッ。上げる方を意識的にやってほしいので、足を頑張って伸ばす必要はあまりありません。これぐらいの範囲ですね。ここからこれぐらい、ここからこれぐらい、
こうすると結構股関節使いますんで、この範囲で意識してやってみてください。はい、 OK です。では次は座りましょう。それではあぐらをかいていただいて、手を前でこのように組んでください。そして体をぐっと丸めてください。この状態で体をぐるーっと回していきます。こんな感じです。これを30秒間やっていきます。よーい、スタート。まずは時計回りに回していきましょう。ぐーっと大きく大きく、このように体を少し丸めて行うことによって、先ほどの腹斜筋と同時にちょっと背中の後ろ側についている腹横筋というコルセットの役割をしている筋肉をですね、伸ばしながら使うということによって刺激されているような感じになってきます。できるだけ大きな円を描いて体を回していってください。はい、 OK です。では次は反対回しですね。こっち回しやっていきましょう。よーい、スタート。ぐっと回す。で、意図的にお腹をぐっと縮めることによって腹直筋に力が入ると思います。こう力を入れながら体を回すっていう動きはなかなか日常生活ではないので、ぐっと縮めて回してあげることで腹筋がね、より使いやすく動かしてくれるので、脂肪がどんどん燃焼していってくれます。これね、テレビ見ながらでもできると思うので、ぜひやってみてください。はい、OK です。皆さんお疲れ様でした。このように硬くなった腹筋を一緒にこうやって動かして使いやすくすることによって、内臓脂肪や皮下脂肪も燃焼されていってくれますので、2週間続けて頑張ってみてください。そうするとお腹のウエスト周りやヒップ周りもどんどん引き締まっていきますので、続けてやってみてください。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の動画も楽しみにしていてください。今日の動画は以上になります。ではまた、バイバイ。